MR-401 車内、松浦鉄道 MR-400 系機動車は、松浦鉄道が保有、運行する、鉄道車両である。1998年に一両が、新潟鉄工所で製造された、全面貫通系両運転台車で、ワンマン運転対応。新潟鉄工所で製造された、ローカル線向け警戒機動車 NDC シリーズの一つ。 18メートル級としては、標準的な車両構造であり、同じ九州内でも九州旅客鉄道機派125型や島原鉄道機派2500型といった類似車両が運用されている。松浦鉄道としては、初めての18メートル級車体を持つ車両である。乗客用扉は、MR-100 系統の折り戸から引き戸に、改められたほか、運転席側のみだが、 運転仕様の扉が別に設けられた。車内はセミクロスシートで車両中央分に固定クロスシートが4組設けられている。トイレは設置されていない。ワンマン運転に対応し、運賃表示機、運賃箱、整理券発行機がそれぞれ運転席近くに前後1つずつ設置されている。本形式と MR-500 型は小田原機器製の バーコード整理券対応自動読み取り式の運賃箱が備えられていたが、一般の運賃箱に取り替えられている。松浦鉄道に至急終戦前線において、他の形式と共通運用されている。2007年3月から営業運転を開始した MR-600 系のによる置き換え対象からは、外されている。ありがとうございます。